はい、東川です。今日は、台風19号来てスーパーとかそういった食品売ってるところがだいぶ品切れが続したってことで、その中でも韓国製ラーメンだけ、売れ残ったということで、こういったものがまとめサイトにちょっと出てます。そのことでちょっといろいろとね、記事になっていましたけども、なんで売れないのに日本でこうね、こういった棚の方にこういうの辛ラーメンっていうのは韓国のラーメンだけ売れ残ってると、他のラーメンは、カップ麺なんかは全部売り切れ続出してるのに、この農心ラーメンっていうのかな、この辛ラーメン売ってるところなんで日本に売り続けてるのかなと思って、普通売れないんだったら撤退するとか、日本人が好きなものとかね売ってった方がいいんじゃないかってことで、これ株式会社農心ジャパンの方にちょっと電話して詳細の方を聞いてみたいなと思います。ジャパンございます。あ、もしもし、今日ちょっと一般消費者としてちょっと電話させてもらったんですけども、よろしいですか。はい、今日電話させてもらったのはこの、台風19号とか、先日の台風とか、あと地震とかいろいろあった時にだいぶ買いだめとかされてる中で、御社のラーメンだけね、なぜか売れ残ってるっていうところで、売れないものなんで売ってんのかなと思ってちょっと電話させてもらったんですよ。日本人の、一般的な消費者の、そういった欲しいもの売ってないんじゃないのかってことでちょっと電話させてもらったんですけど、詳しい話伺えますか。グループ会社のようですね。農心グループ、株式会社農心ホールディングスとか、科学とかそういうホテルとか、これ韓国にある韓国法人なんでしょうかね。3億円が資本金。はい、お電話ありました。リと申します。あ、もしもし。もしもし。今日電話させてもらいましたのは、御社のラーメンだけね、スーパーマーケットとかで売れ残っていたと、この台風来ていたと。で、売れないのにこう、売ってるっていうのも、一般的な消費者が欲してるものと、そう、乖離あるんじゃないのかってことで電話させてもらったんですけども、これだけ売れ残ってて。もしもし、お店ですか？どちらですか？いや、何件もね見て回ったけど、欲しいラーメン売ってなくて、結果として御社のねラーメンだけ売れ残ってたと。これってやっぱりいろいろ日韓関係のことでいくと嫌がってる人もいるし、韓国って文字見ただけで拒絶反応したりとかっていうのもあるのかもしれませんし、味が嫌いだとかっていうのもあるのかもしれませんけど、それも確かに、なくてはないんですけど、確かに、以前ですね、3.11、震災の時も、結構うちのラーメンだけがちょっと結構残ってる経過があったんですね。はい。それは何だかというと、うちの、個人の通りで結構この、うちのラーメンって結構辛いラーメンが多いんですよ。そうですね、やっぱりそれでいくと、やっぱり東洋水産でも、キムチ入りのね、そういった麺とか売ったりとかしますけども、他のね、一般的な日本で上場してる会社でも、それは日本人に合っていたいですとか、やっぱり辛口でも買うんですけども、買ってる、売れ残ってるの見たことないですけど、逆にそれでさえ売れてますよ、辛いものでもね、担々麺とか、そういったものでも、売れ残ってないですよ。だけど、御社の分だけ売れ残ってるっていうのは、やっぱり企業イメージとしてまず韓国の会社だっていうところ、その日本法人だってところで嫌なんじゃないですか、みんな。そうですだとしたらなんで日本で売るんですか。そしたら売れないものを売っても仕方ないと思うんですよ。例えば東洋水産とか日清とかね、そういった、ペヤングやってるところでもどこでもそうですけども、一般的には日本の会社だったらみんな喜んで買ってんのに、それも確かにありますけど、うちの、ラーメンとか、韓国の食品とか、イメージ的に、辛いというイメージがある、辛いのもあるし、あまりちょっと ね、ネットの情報を見ると、結構韓国 の衛生概念ってところでいくと疑問視してる人とかってやっぱいるんじゃないですかね。やっぱりそう、やっぱり日本のね、会社で山田拓夫をやってる麺にしてもそうですけども、衛生がきちんとしてないっていうことでゴキブリ入ってたとかというところで、やっぱりイメージ悪くなったりってことで、あとマクドナルドなんかでもね、衛生管理してないってところで、それで叩かれましたよ。それでやっぱり衛生面のところでやっぱり疑念があるとかっていうのも大きいんじゃないですかね。やっぱり韓国で作ってるってところでいくと、やっぱり日本のね衛生の
あの考え方で作ってるかって言ったらそうでもないと思うし、やっぱり日本人って韓国って嫌いな人やっぱり多いと思うんですよ。だからみんな見向きもしないで、結果としていや、あの嫌だったら買わないってことで結果として売れ残ってるんじゃないですか、やっぱり。だとしたら売らないのが一番ね、あの損しないじゃないですか。だからなんで日本でこうしがみついてるのか不思議でどうしようもないんですよ。いや辛いラーメンね、みんな担々麺でも買ってますよ本当に。確かに、まあ、うちの弊社は、まあ、辛ラーメンですけど、まあ、全世界50カ国ですか、はい、輸入して販売してますし、で、まあ、今でも辛いもの好きな方、あ、それはいますよ本当に、はい、だお求めする方もいらっしゃるんで、一時的に、まあ、全てが嫌だとか好きだとかそういうのはちょっとどうなんですかね、そこまで。例えばね、あとあの、はい、北海道に登別ってところにあの辛いラーメン売ってるところありますけども、そういった地元の業者で、例えばその地獄の何丁目みたくしてやってたりとか、あの辛さ1丁目2丁目みたくして売ってってますけども、それ売れてるんですよ、ローカル食品として。でやっぱりそういったところで売れてるのに、なんであなた方の会社が売れないかって言ったら、やっぱり韓国っていうかイメージが悪すぎるんですよ。いや別にね、あの唐辛子とかそういう辛みどんどん入れたいとか、あとカレー味のラーメンでも売れてますよね。辛い味っていうところでいくと、はい、だとしたら まず韓国ってイメージが悪すぎると思うんですけど、やっぱりその韓国資本っていうところで、やっぱり日本でね、あの売るっていうこと自体がちょっと無謀なんじゃないのかなと僕は思うんですけど、なんで日本でこうしがみついてんですかね。いや別に商売してあの損を垂れ流してもあなた方が損するだけですからあれですけども、ただ日本人は嫌だってるのに、あの、まあ、あえて一生懸命買おうとしてないですよね。だとしたらそこまでして日本に固執する必要性、しがみつく必要性ないんじゃないのかなと思うんですよ。あの日本で、あの、いや嫌だ、あの興味ないからみんな買わないんですよね結局のところ。だからあの、いや日本人の中でね、やっぱり韓国ってものに対してやっぱり見下して見てるとかってところもあるし、基本的には関わりたくないから無視してるんですよ。無視するってことは買わないってことなんですよ、結果として。だから結果もう一生懸命買おうっていう人は中にはいるかもしれませんけれども、本当ごく一部しかいないと思ってて、結果売れ残ることがあの頻発するってことはやっぱり日本市場っていうところを分かってないのかなと思うんですよ。まあ、あの1980年から、はい、まあ、ずっと今長く販売してまして、はい、結構、まあ、辛ラーメンというブランド、日本の国内でも結構、まあ、いろんなお客様から、まあ、この、まあ、知名度も分かっていただいたりしている方いらっしゃるんですね。辛ラーメンだというとか、そういうのも結構いらっしゃるし、まあ、一時的にですね、まあ、ちょっと売り残りがあるからといって、それを、まあ、どうなのかという。確かに、まあ、辛いも食べたら、この辛い時にお腹壊す、辛いも刺激が強い分。いや、お腹壊す人もいますけどね。ただ、お腹壊すっていうのは、ね、その辛いもの苦手で、あの、っていう人もいますけど、心理的、あ、だとしたらなんでね、日本の一般的なメーカーだとか、地場メーカーの製麺会社とかが作っているものがちゃんと売れて、あなた方が売れないのかってことになってきますよね。いや結果として、あのローソンとかで売ってるその辛いあのそういったあの麺とか冷やし中華みたいのでもね、まあ買ってる人いますよ。それはやっぱ日本のメーカーだから買うっていうのもあるし、あ、安心して買ってるっていうのはあると思うんですが、あなた方の会社ってやっぱ韓国資本っていうところがあって、それは売れないんじゃないのかなと思うんですけども、やっぱそれ嫌いなんですよ基本的に韓国っていうのが。嫌いだから結果としても無視してるっていうところだと思う。あなたが嫌いだと。いや僕は基本的に嫌いだし、あの、まあ僕は韓国っていう国嫌いだけど、なんで売れ残ってんのかなと思って、それでなんでしがみついてることとか不思議でどうしようもなくてちょっと電話させてもらってるんですよ。はい、はい、一般のお客様ですか、それともなんか会社の企業でか。いやいや、僕としては一般の消費者ですよ。一般消費者ですか。はい、なのでちょっと今日電話させてもらったっていうことなんですけど、はい、ということでちょっと僕としてはこう疑問があったので今日電話させてもらいましたんで、はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、あのよくわかんないですね。別に
日本市場で何か一生懸命売る必要性あるのかなと。地元で行くと登別のね、製麺会所で作ってる辛いラーメンあるんですけど、それ売れてるんですよ。でローソンとかで売っている、まあ、冷麺ですか、あれをやっぱりある程度売れてるし、あとカップラーメンとかで行くとそういうカレー味とかそういう辛い味の ラーメンを買わないことはないんですよ。担々麺売れてたりですとか。だけど韓国のものだけ売れないっていうのは、辛いラーメンだから売れないってことじゃなくて、韓国っていうブランドイメージが悪いっていうところで結果として買わないってことなんじゃないでしょうかね。だからお客さんの消費者ニーズっていうものを分かってないのかなと。で結局韓国っていう国嫌いだから結果としてみんな食べない買わない、ってとこだと思いますよ。無関心っていうのが一番正直なお客さんの言っているその市場ニーズだと思います。消費者って本当正直ですよ。嫌ならみんな買わないんですから。本当にいや嫌いなもの買う消費者ってどこにいるんですかと。だからお店とかそういう製造しているメーカーとかがね、一生懸命買ってくださいって一生懸命やったとしても、いやですって言ってしまったらそれまでなのかなと思いますんで、やっぱりお客さん消費者ということのニーズところはきちんと、考えるというところでいくと、やっぱり彼ら農心さんというのかなは、日本で一生懸命やるっていうよりはやっぱり日本から撤退された方が一番ね損も出ないしいいのかなと僕は思います。